ネイホー中学講習のマンネファミリーです。今ですね、ジュメイラというホテルでの前からお届けしております。パパも一緒です。掃除のおじさんも一緒です。あ、ちょっと暑いんでショッピングモールの中を通って帰ります。通っていきます。閑散としてまあ月曜日ですね。ここはね、人少ないモールだよね。え、見る？いいよ、好きですよ。まあ、毎回すげえおすすめですよって言われて、だから嫌いやねん。これうちにある？うん、何個かうちにあるやつここで買った。そうだった。なんか素敵な、え、空いてるの初めて見た。素敵なカフェが見えます。これも初めて見た。うん、空いてるのやってないね。今どっちに向かってる？北に向かってるよね。あれ合ってる？あ、あれ？あの建物すごいね。W。 え、これ W？ あ、W、 こっち側から見たことなかった。こんな形してたんだ。さすが W。 ファーチェンダーダオーだっけ？ファーチェンダーダオー。フィー。結局ここに出るのか。渡れそう？あ、渡れそうだね。北から行こう。北から回って行こう。意外にこの道歩いたことないかも。この周りはよく来るけど、この道歩いたことがないかもしれない。この建物すごいよね。中国農業銀行。重い。
てか橋の上チャリで走ってるおじちゃん、これ中国っぽいんじゃない？この歩道橋をね、バイクとかも通るからね。さあ、意外と階段のところチャリを押して上がれるんで、それだが面倒くさすぎて俺いつも下にチャリ置いて、レンタルチャリをその後渡った後切り替える。そうだね、なんかもうタクシーで帰るここまで来て横に出るのか、北区だね、ここは。車輪通れないなと思ったら真ん中のところ通るやつだから。でもここチャリ入っちゃいけないからさ、押せばいいってことかな。これやったことあるけどね、ここ。もうダメだよね。ダメですね、禁止、思いっきり書いてますね。ドローンダメなの？ダメですよ。見たことあるよ、こここの下さ、地下道クーラー効いてるから歩きたいけど、でも降りてまたすぐ上がんないといけないもんね。